愛知県立岡崎北高等学校は、愛知県岡崎市、石上町にある県立高等学校。昔の正門、新しい正門体育館1929年5月26日に、完成した岡崎市立高等女学校の行動、各学年の募集定員は360名から3年間は400名、であり、全校生徒は2020年現在1,120名、程度。 同僧生数は、女学校及び私立高校時代も含め、2020年4月、現在33,941名である。通称は、北、高、岡北など。岡崎市の北部に位置し、近くには、大津川の支流である伊賀川が流れている。また南には、岡崎学園高等学校、北には、岡崎市立青井中学校などがある。周辺は、 新興住宅地である。校内は比較的緑が多く、校庭自体も木々で囲まれている。また、校舎の前にはポプラ並木がある。建物としては、校舎の他に、体育館、武道場、弓道場、それ以外にテニスコート、野球場、プール、校庭などがある。中でも校庭はスタンドがあり、400メートルトラックがある。 敷地面積は78,601平方メートル。2007年で創立100周年であり、それを記念して、正門周辺環境整備事業が起案され、2007年8月30日に完成した。平成元年度から導入された現行の制服の上着は男女共に紺色のブレザーであり、ズボンスカートも紺色である。 同じく紺色のベストを着用する場合もある。三つ揃えスーツの形式である。男子は灰色のネクタイを着用し、女子は灰色のリボンを着用する。2017年度入学生より体操服が変わった。二年時に行われる。修学旅行の行き先は、例年中国地方であり、広島市の原爆ドームや山口県美祢市の秋吉台、報が、 メインスポットとなっている。学年を超えたクラス対抗の球技大会。2013年に名称を改め、北高祭りが誕生した。合唱コンクール、教室発表、応援合戦、体育大会競技等の各部門を全ての学年から構成される段で競い合う。団の色の T シャツを制作し、活動を行う。上級生のリーダーシップの下。 学年を超えた絆が深まる学校行事である。1、2年生が企画、運営の中心となり、卒業を間近に控えた3年生を送り出す予選会が催される。懐かしい VTR や恩師からのメッセージの放映、音楽ライブなどが行われる。卒業式は例年3月の初めに行われる。3年生が卒業した3月には、かつて1、2年生が参加する。 クラスマッチという球技大会があった。6月に行われる球技大会とほぼ同様のものであるが、ゆとり教育の流れで授業日数が減少したことにより、生徒側からの反発はあったもののやむなく2002年3月の実施をもって終了となった。ありがとうございます。